こんにちは。お金をかけずに誰もが楽しめる釣りを提案する釣りレシピです。お疲れ様です。さあどうですか、夏釣り楽しんでますか？なんか大阪湾はねちょっと調子が悪い感じがする、先日までね、金沢、石川県のね金沢であるとか、ちょっとまあ少し前には香川であるとか遠征したらですね結構ええ感じでバカスカ釣れるんですけれども、やっぱり大阪湾ね何なんでしょうね、特にシーバスが全くなんか調子が悪い。チヌはめっちゃいます。青物はビンガ、サビキもビンガ。なんというわけで今年の大阪湾はどうなっちゃったんでしょうか。でちょっと旅先でですね、釣りをしたいなっていうのに、いやでも荷物はかさばらない方がいいな、あんな姉妹寸法で1メーター50センチとかのこんな1メーター50とかの長い、竿を持って旅行になんか行けないですよね。でもどうでしょう、じゃん、ルアーマチック MB、 なんとこの画面の中にちゃんと入ってます、端から端に。姉妹寸法がじゃん 73.5 センチ。この73センチであればなんと軽自動車の横に、軽自動車のトランクに、横に詰めちゃいます。こんなカチャって横に詰めちゃいます。僕あの、車ね、N1 乗ってるんですけど、ホンダのね、N1 のあのコンパクトな N1 のトランクのにもこの横にしたまま乗れちゃうんですよね。で、僕もね、旅行とか行くときに荷物をたくさん積まなきゃいけなくて、家族の荷物を積まなければいけない、ロッドを積むところがないっていう悩みがありました。で、そこでですね、このモバイルロッドが欲しいなっていうふうに思って、2種類のそのモバイルロッドを私持ってます。一つ最初に買ったのはこれですね、ファイキングバス、この先のその先、これ大阪の某釣り具メーカーのやつ、メジャーピートのやつじゃないかって思うかもしれないんですけど、これね、なんかあの工場訳あり品とかいう名前で、売りに出されていた、この先のその先でも完全にメジャーピーフトでさんですけど、違うんですよね。で、ちょっとこれ使ってたんですよ。これね。この先のファイティングバス。謎ですよ。ファイティングバスずっと使ってまして。で、その動画はその動画で、なんか僕前作ったような、気もします。はい、でこれはあのカーボンまでこうクロスに巻いてあって、フットもこうダブルフット、元ガイドでこのまま2番目、元から2番目もダブルフットで、で、先端とかはダブルではないんだけれども、トップガイドはこうちゃんと、ね、絡みにくいような形のものがついて、います、はい、でこれをずっと、ね、使ってました。で、このモバイルロッドがね、はい、ファーストアクション MH パワーで、で、8.6 フィート、2.6 メーターの、ラインは6ポンドから17ポンド、ルアーは7グラムから40グラムって、僕ね、ここで買ったんですよ。40グラムって結構珍しいんですよ。大体ね、30何グラムとか20何グラムなんですけど、40掘れんのと思って、便利だなと思ってこれに買いました。で、これがねファイティングバス、これ見てください、このこれね863、どっかいでもこれもなちょっとミニチュアクラフトっぽくないですか、なんか何なんですかね。でコルクです。このフットとかのとこはね多少ちょっとだけこの辺ね、ちょっと素材やすいように見えるんですけど、でも、コルクのね、やつで、結構これね、使いやすいんですよ。で、
いや、もうちょっとコンパクトなやつを、メーカー品買ったらどうなるのかなっていうので、でなおかつ僕あの、メインのロッドはあのトリプルクロスありますんで、でまあ、サブロッドなんで安くて、じゃあ同じぐらいの値段でメーカー品になったらどうなるのかなっていうので、このルアーマチック MB モバイルですよねを買いました。でこのルアーマチックの方はこのファイティングバスよりもさらにちっちゃいです。ちなみにファイティングバスと、比べるとこれぐらい、先端お尻を合わせて、先端でですねこれぐらい違います。でこの違いってね結構大きいですよね。カバンとかに入れるときにねこの違い結構大きいです。さっきも言いましたけどルアマチックの方は73.5、実寸がね 73.5 ですね。で、ファイティングバスの方は90.5 ありますね。こちらは 91.5 で、こちらは70のものなんで、めっちゃちっちゃいですね。普通に旅行カバンとかリュックサックに挿してもちょっとしかこんぐらいしか出ないです。だから、非常に携帯性は高いで、なんかねこれ変わっててね、いやめっちゃ安くするためにこういうなんか塗りとかをね一切省いてるらしいんで、なんか見てください、なんかこのなんかあのビニールテープみたいな感じの見た目になってて、正直ね高級感はファイティングバスの方がねめっちゃ高級感あります。カーボン巻いてんねんなみたいな。でこれのですね、ルアーマチックさんはまあ、ずっと、まあ、さっきまで全部こんな感じですね。で、フットも、全部、あの、シングルっていうか、あの、普通のフットですよね。で、先端だけが、こういう絡みね、にくいような形の、フットがついております。はい。で、4本釣り。ね。ルアーマチック MB さん4本釣りで、長さはルアーマチックの方が長いです。これ 9.0、 私持ってる 9.0 です。ここだけね、なんか緑色でキラキラしてるんですよ。なんか亀みたいにね。なんか謎ですよね。で、こういうフッ、こうの部分はこっちの方がね、あの高級感あります。富士ですね。で、これシマノさんのもので、中国メイドインチャイナ、私持ってるのは S90ML で、ラインは4ポンドから12ポンド PE は 0.65 から 1.55。 これルアーでもね、ルアーウェイトはね 6g から 32g まで投げれるんですよね。でなのでまあまあこれも汎用性が高い、何にでも使えるっていうので、旅行とかの時にこのねこれさえ一つポンと入れておけばまあまあ大概のことはこなせてしまうんじゃないかなっていうので、これを、持って買いました。はい。でこのですね半年かなぐらいの間結構使い倒したんで、その使い倒したレビューを今日はさせていただきます。はい。まずねこっちなんですけどね、これね、ちょっと違いますね。モバイルロッド買うとき値段一緒ぐらいなんでね。ほら、あのね、リールのがここで、ここでしょ。でしょ。で、グリップがね、ルアーマチック短いんですよね。で、ちょっとの差なんです。これぐらい10センチぐらいなんですけど、測ってみると、そうね、ほんまにちょうど7-8センチ、まあ10センチいかないぐらいルアーマチックの方がグリップが短くて、でちょっといきなりマイナスポイント言うのあれなんですけど、ルアーマチックさんはちょっとこのグリップが短いっていうのを
買われるんであれば、最初から考慮しといた方がいいです。っていうことはどういうことかって言ったら、あの、薪の釣りであればあんまり、まあ、いけるんですよね。シーバスとかでこう、竿を高くこう持って、で、こう巻くような、釣りであればいいんですけど、ちょっとあの、いや、今日はジグしゃくりたいな、みたいな時には、これは、意外とストレスです。この短いのが。あの、好みにもよると思うんですけど、僕は脇にこれを挟んで、しゃくるタイプなんですね。こう、こう、脇にこう挟んで、こう、しゃくりたい人なんで、ちょっと使いにくい。ましてや、タチウオ、ワインドなんかは最初から考慮されてないです。あの、グリップをね、脇にこう、パーンと当てて、こう、ワインドで釣るなんていうのは、こっちは全く向いてないです。はい。で、逆に、あの、グリップが長いと取り回しが、とか、ちょっと使いにくいっていう、そのシーバスとかだけ狙うときは、とか、アジングとか、でもこの竿でアジングしないですよね。あるかもしれないんですけど、僕はこの、ファイキングバスの方が、ここがちょうど脇に入って、使いやすいです。僕は好み的にはね。はい。で、あともう一つなんですけど、キャストした感じ。こっち 8.63。こっち、9フィート。9.0 フィートなんですけど、これ、ね、なんか今日ね、そうやな。まあ、ちょっとまあ、忌憚なく言いますね。投げた感じはね、ファイティングパスの方が投げやすい。ね、なぜなら、このディップがね、まあ、これが3ピースやからっていうのもあると思うんですけど、ここがね、柔らかいですよ。で、なので、ルアーの重さはね、ロッドに乗せやすい。こっちの方が。特に、シーバスを狙う時の 10g とか、10g 前後のね、ジグで投げた時も、こっちの方が、重さを乗せやすいです。バイブレーションとかでも。14g とかの、まあ、要するに、そういうジグヘッドなんかでも、ファイティングバスの方が乗せやすい。ロッドのしなりを使って投げやすい。で、僕、しなりで投げるタイプなんで、で、ルアーマチックの方はね、ちょっとスカスカした感じの投げ心地ですね、どっちかって言ったら。なんか良くも悪くも、なんだろ、硬すぎるんですかね、この、竿が。これ、硬いから折れるとかそんなんじゃないんですよ。だけど、なんか良くも悪くも、ルアーマチックは、ちょっと竿全体でこう、しなるみたいなとこがあるんで、釣る分には全然問題ないです。この間のツバス釣ってるような動画なんかでも問題なく釣れてると思うんですけど、ツバス3匹かかってます。はい、知れてますけどね。全然釣れるんですよ。だからちょっと旅行行って釣ろっかなみたいなんでは、全然いけます。やけど、なんかね、ちょっとね、竿にルアーの重さを乗せにくい。です。はい。好みの問題もあるかと思う。一応参考いうことを聞いてください。はい。で、じゃあこっち柔らかいからじゃあ折れやすいのかって言われたら、このファイティングバス81センチぐらいの、シーバスとか、マダイとかもこれで全然、上げてますんで、逆にこれ、ディップが柔らかいんですよね。なんかバカでかいボラとかも、これで釣ったことあるんですけど。78。なので、柔らかいのもこれバラしにくいですと。ファイティングバス、なぜかバラしにくい。もうちょっとね。で、どっちかやったら、この間ツバスポロリのね、動画もね、あったんですけど、これね、若干やっぱ針がありすぎて、魚が暴れたらね、追従しないんで、ちょっとポロリいっちゃうような、そのバラしやすいような印象がある、なんとなく。はい。ファイティングバスの方は、この間チヌ釣った時も、全然もう追従して、バラさず取り入れることできたんで、値段ね、ほぼ一緒っす。一応参考にデータ載せておきますけど。なので、僕、好みで言ったら、島野さんのルアーマジック MB よりも、
このなんかあの工場直販みたいな、なんかあのわけわかんないやつですよね。これわけわかんない、どう見てもこれあのメジャービーフトさんのパクリのファイティングバスの方が釣りやすいです、なぜか。はい。でも島野さんの、いやもっと高いねやつあるじゃないですか、3万とか4万とかするモバイルロットは分かんないんですよ。今回この2つで考えてっていうことなんです。比較して考えたらどうなるかなんですけど、まあでも、僕旅行行くときは結局2つ持って行ってます。で2つ持って行って、片方をシーバス用で、片方をなんかちょっと大きいツインパワーつけるのはこっち側つけてます。島の島のなんで、こっち側はあの台湾のフリームスつけてます。でちょっとだからそうやって使い分けてます。で結局これ2つとも持ってたとしてもこんだけしかなんないです。大きさめっちゃちっちゃいです。この袋に入れて持ち運んだらもうめちゃめちゃあのコンパクトになります。でなので、このロッドの袋ついてるっていうのは結構いいですね。でちなみにファイティングバスはね1個ずつこう部屋が分けられてるんですよ。これちょっとめんどくさい。ルアーマチックは、ね、逆にね雑なんですよ。その辺なんかガッサって入れるだけなんですけど、便利楽です、逆に。はい、これねもうちょっと長かったらね、このこれがもうちょっと長かったら、このここのグリップが、ただでも長くない方が好きな人もいると思うんで、釣り場とかにも売れると思うんですけど、違い、一番大きい違いはグリップの長さ、グリップの長さです。ファイティングバスは脇に挟みやすい、ルアーマチックは脇に挟みにくい。それとルアーマチックは良くも悪くもやっぱ張りがありすぎるんで、若干バラしやすい印象がある。それとなんかさ、ルアーの重さを、竿に乗せにくい、はい、なのでちょっとなんかプアーな投げ応えになります。逆にファイティングバスの方はなんかわからないけど、こっちは見た目高級感あるっていうのもあるけれども、投げた時の投げ心地も竿が柔らかい分、竿がしなって、投げれるので投げ心地がいいです。はい、というわけでどうですかね。でもね便利ですよ、この4ピース4ピースのルアーマチック、これも5000何百円ぐらい、こっちも5000円、こっちもちょっと高いかな。はい、だからでもこのちっちゃい、ルアーをも、サオっていうのは意外と使い勝手がいいですので、なんやろうな、一つぐらい持っておいてもいいなっていうのであれば、どちらを買っても失敗ではないと思う。ただでも多分釣ってて気になるのはこれのあのなんだろう、グリップを脇に挟めるか挟めないか、これは結構釣り心地的にあると思います。まあ、あの投げ方のね、ルアーの重みがかかりにくいとかは、ちょっと投げ方工夫したりとか、ちょっと慎重にこう乗せてから投げたりとかすればあれなので、ちなみにね、ルアーマチックの方も 40g ぐらいのジグ投げれます、全然普通に。こっちも40って書いてあるけれども、どっちも40ぐらい普通に投げれます。はい、ということで、ね、また秋にも3連休とかあるんですけれども、ちょっと旅行先でってなった時にモバイルロッド探しておられる方、これどちらでもそれなりに釣れますね。こっちでも80センチあのシーバス上げてます、あのポーちゃんから。他にも50センチクラスのシーバスとか、40センチ台のマダイとかね、そんなの釣ってますけど全然いけてます。40センチぐらいのチヌとかも全然上げれましょう、これで。で逆にこっち側は青物とか、ツバスとかそんなんを、釣ってますけど全然それでも釣れました。ただちょっとバラシが多いような、竿は硬いんで針がある分ちょっとなんかバラしちゃうような、なんかそういう印象がありますね。はい、どちらも楽しめる竿となっています。携帯性というので考えればこの小ささっていうのは
ルアーマチックさん非常に、秀逸じゃないでしょうか。それではどうも、また、失礼します。チャンネル登録グッドボタンお願いします。